はい、どうも皆さんこんにちは。エアコンをつけないでね、電気代を節約したつもりになっているけれども、実際のところ一日中スマホを使っているので、たくさんの電気を消費している星音です。まあ節電はね、心がけなくてはいけないなと、まあ日々思ってるんですけど、まあスマホはなんかしょうがないかなみたいにね、全然しょうがなくないんですけど、スマホはたくさん使っています。そんなんじゃダメですよね。で、今日はですね、9月9日掛け算九九の日ですけど、あと救急の日らしいですね。救急車の救急ですね。やっぱね、掛け算九九ってあれ素晴らしいですよね。小学校2年生の時にみんなで覚えるじゃないですか。ね、日本は義務教育なわけだから、日本人みんな掛け算九九をね、一度習って覚えてるわけじゃないですかね。で、あれってなんか、別に8九72とかね、8が9個あるから、だから8足す8足すとかの、そんな別にこと考えないじゃないですか。意味なんか全然わからないけど、もう文字の羅列としてね、陰1が1から8波、間違えましたね。最後は981ですわ。981までの81通りをね、スラスラと言えるようになってしまうんですから、素晴らしいものだと思いますよね。やっぱね、あの時の脳みそをもう一回。では別に、でも、大人になってからでもね、ああいう風にですね、文字のただの羅列でも、毎日毎日ね、繰り返していれば、忘却曲線ってあるじゃないですか。今日ちょっとめんどくさいから、多分これ画面に曲線が映ったりしないと思うんですけど、忘却曲線がですね、こう低くなる前にですね、もう一度高めるっていうんですか、だからそう毎日繰り返すことによってですね、こう記憶をしっかりと脳みその中に定着させることができるというわけです。ただ、小学校の時は、それがね、すごい得意っていうか、あんまり、ね、何も考えなくても物が覚えられる、そうですね、子供の頃っていうのは。だから私も山手線の駅名とかですね、もうなんで覚えてたのかよくわかんないんですけど、なんかそういうの覚えたい時期があってね。だから割と3日ぐらいで山手線の駅名言えるようになりました。山手線の駅名は思い出しました。なんか学校でね、友達が、一緒に電車好きだった友達がいてですね、その友達が山手線の駅名を一周そろんじて言えるって、しかも早口で言えるっていうのが得意だったんで、そんな自慢をしてたので、じゃあ私も覚えてみるべと思って覚えたんですね。私3日くらいで言えるようになりましたし、なんかもともとこうやって喋るの、結構早口で喋るのも、まあ、苦手ではなかったんで、早口でね、こう、山手線一周の名前をね、そらんじる。それは今でも言えますよ。言わないけどね。ちゃんと掛け算書くと同じようにね、覚えてるんで。うん、そんなところですね。だから、10歳くらいまでですね、人間、あんまり考えないでいろいろ覚えられるらしいですね。だから、サイン、コサイン、タンジェントとかさ、そういうのを全然意味わかんなくても、こう10歳ぐらいの時にね、全部覚えてればよかったのになーとか思うんですけど、まあ、でもね、そんな、まさか10歳の時にね、そんな勉強したくもないですよね。別に、17歳になって今勉強したいかって言ったら、別に全然そんなサイン、コサインなんか覚えたくもないんですけど、てか覚えたくないとか、そういう余計なことを考えるからね、覚えられないんでしょうね。いや、よくわかんないですけどね。うん。それはありますよね。あとはっていうか、何の話をしてたか、ちょっと話の筋を忘れてしまったんだけど、そう、掛け算九九は素晴らしいという話ですよね。掛け算九九っていうのは、中国のですね、紀元前うん百年前の中国で始まったんだそうで、日本にもですね、奈良時代より前には、来ていたようですね。なんか万葉集に掛け算九九の、掛け算九九じゃないけど、なんかそういう掛け算の、法則って、っていうか掛け算をまあ元にした、お話じゃないです。万葉集って何ですか？詩ですね。詩があった、詩っていうか歌があったような、ことを、なんか調べたら、うん、そういうのが分かりました。うん、だから掛け算九九ってやっぱ昔からね、伝わってきてるんですよね。で、まあ、サインコサインを生まれてこの方使ったことはないんですけども、掛け算九九っていうのはだって1日やっぱ3回ぐらいは必要になるじゃないですか。ね、掛け算九九はだからまあ大事ですよね。やっぱ小さい頃から覚えといてよかったなって思いますよね。だって1か、いちいちね、何かける何をとか、だってそんな理屈で考えないじゃないですか。もう、なんだろうって思わないでも、別にそう、ね、掛け算九九でもう、陰1が1、陰2が2、陰3が3って全部覚えている、その言葉のリズムでちゃんと出てくるわけですから。一瞬でね、一桁の掛け算ができるわけですね。素晴らしいと思います。まあ。そんなところですね、掛け算を、日々使っているわけです。サイン、コサインは使ったことがないっつったけども、でも実際サイン、コサインとかだって、使おうと思えば使うところはいっぱいあるんですよね。模型工作とかをね、してて、この斜めのね、曲線の長さとか、斜めの長さを出すときに、サイン、コサインがあれば正確にね、何ミリメートルとか出せるんだけど、まあ、工作の時とかね、現物合わせっていうんですか、直接ね、紙を当てて印をつければね、ぴったりにできるわけですから、わざわざね、計算なんてする必要ないですし、まあ、そんな、まあ、お家をね、建てるとかなったら、やっぱサイン、コサインの計算が必要でしょうけどね、まさか現物合わせでね、家建てるってわけにもいかないでしょうから、ね、そういうのありますけど、まあ、掛け算九九は、だから、どんなね、生活をしていても、誰でも使うわけですからね、やっぱ掛け算九九っていうのはすごいなと思った、今日一日でした。うん。
やっぱね、私たちの生活に欠かせないものですよね、うん、9月9日のね、救急の日の、救急っていうのも私たちの、生活に欠かせないものですけど、この前あの学校で救命講習みたいなのを受けてね、あのやっぱなんていうんですか、ちゃんとね、だってあ、じゃあもうかけたんくくの話は終わりにして救急の話にしますけど、救急もやっぱね、こうできる人っていうか知識がないとね、できないじゃないですかね。かけ算九九も、なんでかけ算九九の話を引きずるんだろう。かけ算九九も、あのそれは自分が覚えてないとできないけどね、救急っていうのも、まあね、救急隊員とまでは言わなくてもね、あの応急手当が、ね、できるぐらいの、ね、知識がないとね、あのやっぱ本当に何かあった時困りますからね。そんなこんなの9月9日でした。今日ちょっと話すペースがいつもより遅くなっているのは、あんまり何も考えないで話し始めたからなんですね。まあ、それは許してください。あのあ、この私がね、喋る系の動画はね、あの等倍速で見てもね、あのちょっとなんていうの、時間がもったいないなっていう人はね、 1.5 倍速にすると、多分この端っこをねタップすると、なんだ、設定のところから速度っていうのを変えられると思うんですね。 1.5 倍速とか2倍速でね、あの人がただこうダラダラ喋ってるだけの動画を見るとですね、耳が鍛えられてね、とてもいいと思いますよ。うん、そんなところです。まあ無駄にね、動画を長くする必要がないので、今何分になったかな、6分か6分ぐらい、まあ、こんなところで今日は終わりにしましょうか。今日もですね、最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら。あのカップ麺シリーズは、動画ね、撮ってあるのがあるんですよ。まだね、出してないのがね、2本、いや1本しかないかな、あれ、うん、まあでも、あの編集すれば出せる動画がありますので、カップ麺シリーズもですね、今週中には1本出そうかなと思っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら。